それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け、頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。各馬まずまずのスタート。さあ先行争い、何が行くんでしょうか。レッドソリッド前に行きそうです。ビキニボーイそれに続いています。さらにはシャンブルレール、4番ウェイビー、その後ろ先手を取ったのはシャンブルレール、その外からルーラ、その隣に上昇ホープ、アースビート、そのうちに続いています。その外にフェアウェイルーム、内からはクメールシェア。この辺りで各馬第2コーナーから向こう上面に入りました。並んで3番アンテロース、その後ろからはトーセンウォルト、内からはダイヤモンドハンズ、その外にブラストウェーブ、しんがりからドゥーアイズ。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度一気に先頭に立ちました。12番フェアエルーム、ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。前はフェアエルーム、フェアエルーム、さらにリードを広げました。2番手はシャンブルレール、間を挟んでクメールシェア。3番手後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はフェアエルーム、シャンブルレール、その後ろ、その外からはブラストウェーブ。短い直線に入って後続は届くかどうか。ここで先頭変わりました。先頭はブラストウェーブ、一気にダイヤモンドハンズ、ブラストウェーブ厳しいか。ダイヤモンドハンズ、ダイヤモンドハンズ1着、2着はブラストウェーブ、勝ったのはダイヤモンドハンズ、このレースを制したのはダイヤモンドハンズ。それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け、頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。各馬まずまずのスタート。さあ前に行くのはどの馬か。ビキニボーイ前に行きそうです。レッドソリッド、それに続いています。さらにはシャンブルレール、13番ブラストウェーブ、その後ろビキニボーイ、先手を取りました。ウェイビー、そのうちに続いています。その外からルーラ、青の帽子、上昇ホープ、その後ろ内からはアースビート、その外にアンテロース、向上面に入っていきました。クメールシェア、それに続いています。その外にトーセンウォルト、内からはダイヤモンドハンズ、その隣にドゥーアイズ、最後方にフェアエルーム。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。5番シャンブルレール、レースを引っ張ります。リードは1馬身から2馬身、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はまだ5番シャンブルレール、2番手はブラストウェーブ、間を挟んでアースビート、3番手後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はシャンブルレール、間が空いてアンテロース、その外からはウェイビー、内からはダイヤモンドハンズ。短い直線に入って後続は届くかどうか。最後の追い比べ、先頭はブラストウェーブ、残り 100m、 2番手はダイヤモンドハンズ、ブラストウェーブ先頭だ。ブラストウェーブ、ブラストウェーブ1着、2着はダイヤモンドハンズ、ブラストウェーブ見事このレースを制しました。それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け、頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。フェアエルーム、これは好スタート。アースビート、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してフェアエルーム鼻に立ちます。その後ろからはアースビート、この馬も上がっていく構えです。ドゥーアイズ、後方から先頭に戻りましょう。先手を取ったのはシャンブルレール、白の帽子アースビート、その後ろ、その横にフェアエルーム。さあ第2コーナーをカーブして向こう上面に入ります。ルーラ、それに続いています。その外からレッドソリッド、ブラストウェーブ、すぐ後ろ内からはアンテロース、その外にビキニボーイ、その隣にウェイビー、上昇ホープ、この馬もこのグループ、その後ろからはクメールシェア、ダイヤモンドハンズ、その前に進出。並んで8番トーセンウォルト、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。前はシャンブルレール、レッドソリッド、ほとんど差がありません。間を挟んでフェアエルーム、3番手この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はシャンブルレール、間が空いてブラストウェーブ、間が空いてルーラ、その外からはフェアエルーム。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。シャンドゥーレール先頭、外から勢いよくダイヤモンドハンズ、ダイヤモンドハンズかわす。ダイヤモンドハンズ、ダイヤモンドハンズ1着、2着はブラストウェーブ、ダイヤモンドハンズ見事このレースを制しました。それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け、頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはシャンブルレール、ビキニボーイ、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してシャンブルレール鼻に立ちます。その後ろからはビキニボーイ、
この馬も上がっていく構えです。さらにはエアエルンヌ、9番ルーラ、その後ろシャンドゥレール、先手を取りました。大きく離れましたレッドソリッド、すぐ後ろにブラストウェーブ。さあ第2コーナーをカーブして向上面に入ります。当選オールト、その前に進出赤の帽子ウェイビー、その後ろすぐ隣に上昇フォームアースビート、すぐ後ろにクメートシェア、その隣にアンテロース、ルーアイズ、それに続きます。しんがりからダイヤモンドハンズ、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。先頭は依然としてシャンドゥレール、2番手はレッドソリッド、ビキニボーイ、3番手後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はシャンドゥレール、間が空いてレッドソリッド、その外からはブラストウェーブ、ランドルール。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。シャンドゥレール先頭、内からダイヤモンドハンズ先頭、2番手はアンテロース、ダイヤモンドハンズ差を広げる、ダイヤモンドハンズゴールイン、2着はアンテロース、ダイヤモンドハンズ見事このレースを制しました。それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け頂点に立つのはどの馬か、いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはブラストウェーブ、クメートシェア、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してクメートシェア鼻に立ちます。その後ろからはブラストウェーブ、この馬も上がっていく構えです。ルーアイズ、どうやら後方からの競馬、先頭に戻りましょう。シャンドゥレール先手を取りました。クメートシェアすぐ後ろ、その外にビキニボーイ、この辺りで各馬第2コーナーから向上面に入りました。アンテローズ、それに続いています。その外からレッドソリッド、その隣にルーラ、すぐ隣にウェイビー、その外にフェアエルン、並んで13番ブラストウェーブ、上昇ホーム、それに続きますアースビート、そのうちに続いています黄色の帽子当選ウォルト、その後ろ、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。先頭は依然としてシャンドゥレール、2番手はビキニボーイ、クメートシェア、3番手後続も追い上げていきます。さあ先頭はシャンドゥレール、ビキニボーイ、続いています。その隣からはクメートシェア、ルーラ、その後ろ、さあ直線に入りました。ここの直線は短い。シャンドゥレール先頭、しかしその差はわずか、粘り込めるか、ダイヤモンドハンズ抜けた。2番手はアスクメイチェア、先頭はダイヤモンドハンズ、1着でゴールイン、2着にはどうやらアスクメイチェア、3着にブラストウェーブ、ダイヤモンドハンズ見事このレースを制しました。それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け頂点に立つのはどの馬か、いよいよ発走です。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。さあ先行争い、シャンブーレール前に行きそうです。ブラストウェーブ、それに続いています。さらにはレッドソリッド、11番ビキニボーイ、その後ろ、先手を取ったのはシャンブーレール、これに続くのがルーラ、オレンジの帽子ベアエルン、その後ろウェイビー、そのうちに続いています。その隣に当選ウォルト。さあ第2コーナーをカーブして向上面に入ります。これに続いてアースビート、その外に上昇ホーム、その後ろにクメートシェア、並んで3番アンテローズ、その後ろからはダイヤモンドハンズ、その外からドゥーアイズ、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭から5番シャンドゥレール、依然として先頭、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。先頭は依然としてシャンドゥレール、レッドソリッド、ほとんど差がありません。ルーラ3番手、この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はシャンドゥレール、その外からはレッドソリッド、ルーラ、その後ろ離れてフェアエルン、その外からはブラストウェーブ。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。シャンドゥレール先頭、外からアンテロース、先頭アンテロース、先頭アンテロース、先頭アンテロース、アンテロース、1着、2着にはどうやらブラストウェーブ、3着にダイヤモンドハンズ、勝ったのはアンテロース、このレースを制したのはアンテロース。